優勝戦5号艇の重野谷圭介選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は2コースからの攻め、スタートはコンマ13、指しての2着で優勝戦に勝ち上がってこられました。今節の足の仕上がりなんですが、いかがでしたか？そうですね、出足は納得できる出足になっていると思います。はい、はい、前節 G1 レースの輸出期だったわけなんですけれども、気になる部分とかはなかったですか？ちょっと行き足のばらつきだけですね、気になる部分。はい、はい、スタート展示できたり、そうですね、来なかったりしてるんで、はい、そこだけですね。はい、その部分を神経使いながらレースに向かわれてたわけですね。そうですね、はい。道中の乗り心地というのは気持ち良さそうに乗っておられるように見えますが、出足かかりとか出足はいいんで、はい、はい、大丈夫と思います。はい、優勝戦の日はちょっと気温も上がって天候も変わってくるようですが、微調整でいけそうな雰囲気ですか？微調整でいけると思います。はい、はい、この小島は5月8月そして今回と今年3連続優出なんですけれども、はい、いかがですか？うん、相性はいいんでね、はい、ぜひ優勝して帰りたいと思います。はい、11月の下関では2年ぶりの優勝も飾っておられます。はい、はい、優勝戦の枠は5枠なんですが、コース作戦面はいかがお考えですか？そうですね、勝てるところから行きたいと思います。はい、はい、そのあたりは臨機応変に。臨機応変に、はい、はい、今年はこれが8回目の優出で、11月の下関に続く2回目の優勝がかかる一戦です。ファンの方に一言お願いします。はい、出足はしっかりしてるんで、チャンスはあると思います。応援お願いします。